海と日本プロジェクト in 福井。2月、マリンチャレンジプログラム2023全国大会が東京で開かれました。マリンチャレンジプログラムは海に関わるあらゆる研究に挑戦する中高生を応援することで、研究資金助成や研究アドバイザーによるサポートを行っています。2023年度は40チームを採択しサポートを開始。8月に行われた地区大会から選ばれた15チームが全国大会で研究発表を行いました。この日は発表者、研究チームのメンバー、研究コーチなどおよそ160人が参加しました。今回の結果から、お借りした機械ではグルタミン酸しか測定ができなかったのですが、アマモ醤油を加えることによって別のうま味値が高くなる、もしくは何かグルタミン酸を出すものを阻害するような効果があるのではないかと考えました。いろんな研究者が、ウーパールーパーの再生能力って人間に応用できないかなっていうふうに常に考えていて、で僕もこの研究に取り組みたいなというふうに。おめでとうございます。素晴らしい発表の中から、カルシウムがザリガニに与える影響を研究した藤山啓人さんが最優秀賞に選ばれました。今回のこのマリンチャレンジの発表が実はここ3年間のラストでして、最後にまあこういう賞をいただけたのは本当に嬉しいですし、これからもこれをまあここで満足せずに引き続き頑張っていこうと思います。研究テーマを決めるときから彼らのこう頭の中にあるのが社会貢献とか、あるいはその社会課題の解決っていうのがもうすでに頭の中に入ってます。なのでこのまま研究を続けてもらって、その研究がこう海の課題の解決に直接結びついているので、もうこのままやっていってもらったらいいなって思ってます。2022年度には福井県の若狭高校もマリンチャレンジプログラムに参加しました。研究テーマは魚の廃棄物を再利用しよう、鱗や骨の有効利用法です。魚の鱗にはタンパク質やリン酸カルシウムなどといった貴重な物質が含まれています。そこで鱗を肥料として活用、大学や研究機関、企業が一体となり環境への負荷を減らしていこうという研究を行いました。次世代へ海を引き継ぐためのマリンチャレンジプログラム、これまでの研究成果はホームページで公開しています。さあ研究は海と日本。 Facebook、X、Instagram のチャンネル登録お願いします。